というわけでですね、今日はですね、岡山県岡山市北区にやってきました。本当にあのかなり山奥で、もう三崎町、久米南町との境目なんですけども、このエリアなんですけども、この周辺集落があって、関と名乗る、姓のが何件かあり、なんですよね。で、これなんですけど、まあ、内閣総理大臣、まあ、元ですね、の菅直人氏の祖先が暮らしていたというエリアなんですよね。山手の奥まったところに、菅直人氏の、祖先が暮らしていたという屋敷跡があります。この裏山に上がると、菅一族の墓地がいっぱい並んでいてということです。で、実際本当のことなのかどうかということなんですけども、この菅直人さんの SNS、ツイッター見ると、今日は私の本籍地である岡山県にある、祖先のお墓をなんか墓参りしたというようなことがあって、本籍地が岡山ということですね、ことなんですよね。農機具がありますけども、貴族の屋敷跡があるということは、なんかその示す責任みたいなのあるんでしょうね。あそこに石碑があります。ちょっと見てみましょう。だからこの辺まで、この辺りまで菅さんは来てるってことですよね。山の手の奥まったところに祖先の暮らしていた屋敷跡があります。裏山に広がると、裏山に上がると墓地があると。いや、朝7時ぐらいなんですけどね、人が全然いない。いたらまあちょっと詳しく聞きたいんですけど、ありますね、菅の第94代目日本内閣総理大臣。決してお亡くなりになった墓ではありません。まあ、ここがルーツだということで記念碑を
ここに建ててると思うんですけど、これができたのが、この石碑できたのが平成22年12月って書いてますね。ちょっとねその横とか関株内一堂、主人、なんとか、あ、主人名建造者関なんとかって書いてます。関係の一族が建てたのかな。そしてここが屋敷跡だった。あ、菅先生。生、なんて書いてるんですかね。まあ、ここに屋敷があったのかな。すごいね、あの刈られてるんですけども、やはりあの今日があの7月の終わり頃なんですけど、やはりあのこのお盆休みを想定して綺麗に刈られてるのかもしれない。むちゃむちゃ綺麗にあの刈られております。行きましょう。あ、これは違います。あ、でもありました。関係 の墓って書いてます。ちょっと写すのも不謹慎なのかなと思うので、昔遊びし狩山で永遠に眠った。あ、こっちもね、あ、墓石があるんですけど、半分欠けてます。これやばそうや、やめとこう。よし、はい、というわけでこういう感じでお届けいたしました。菅さんの、お父さんがの実家が、まあ、ここだったということなんですけども、もう仕事の関係でね山口県にあの転勤されて、まあ、勤務されて、でそこで菅直人さんが、まあ、生まれになったということで、まあ、基本的にはルーツはこの岡山県にあったということです。いやーすごいですね。というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。ちょっとすっきりしました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。